に向かう。合図を持て。指令だ。パッケージを確保してミッションエリアまで護送しろ。試験発射まで守るんだ。行くぞ。抵抗の効果、抵抗の解散だ。地獄を見せてやれ。発射台を確認。12時方向プレオン。冗談だろう。あの対空兵器は情報になかったぞ。輸送ヘリをあのサムにロックされたらジャンセンのプロトタイプを破壊されてしまう。排除しろ。ミサイルランチャーは屋上だ。上がって爆薬を設置しろ。がない。ランチャーに爆薬をセットしろ。輸送機が射程圏内に入った。急いで。注意しろ。
が聞こえるだろう。教えてやろう。お前たちを生け捕りにして連れてきた者には報酬を与えるつもりだ。フレアだ。ドローンが DZ 上空でフレアを展開中。エリアはクリア。まずはターミナスより先にたどり着け。プロトタイプが空域に入った。間もなく到着する。見た目より重量がある。3人がかりで ACB に固定したんだ。総員に次ぐ統括地点を封鎖しろ。パッケージは無傷で渡せ。ストライクチーム、 ACB を守りきれ。あのプロトタイプは買いが利かない。注意しろ。中和器の有効性試験に十分な規模のエーテリウムの鉱床を発見したわ。車両に座標をインプットしてある。道中で ACB が無力化されないように気をつけろ。エントリーを展開する。ディフェンスフィールドを展開する。スタンバイ。
知できません。運転システム停止。到着。 ACB は役目を果たした。あとは任せたぞ。エーテリウム中和器の電源を入れろ。プロトタイプの起動シーケンスには時間がかかる。灰がたかる機体のようにアンデッドを引き寄せるわ。話は聞こえたな。攻撃を許可する。光線に捉えろ。ACB がやられてることに気づいてるか？
見ての通りテストは成功した。エーテル中和器はその効果半径内の全てのエーテリウムを不安定化する。残った元素も急速に崩壊して無害な同位体になるのだけど、その原則は未加工のエーテリウムだった場合、ザカエフの小瓶の中身は高度に濃縮されているの。私の予測によると、この兵器級エーテリウムならば私たちのプロトタイプにも耐えてしまう。つまりお前は失敗した。時間と資源を無駄にしたな。違うわ、原理はすでに証明済み。中和器をもっと増幅して出力を再調整する必要があるの。あんたにできるのか。いいえ、でもザカエフはエーテリウム濃縮の専門家が書いた資料を持っていたはず。シュトラウスか。あんたの旧友か。友人を作る暇など俺にはない。ザカエフはシュトラウスの研究を保管庫にしまってる。警備が厳重だけど、その研究が中和器を改良する鍵になるわ。そんな時間はない。ザカエフ本人に集中すべきだ。奴を見つけてどうする。残りの小瓶を解放されたら対抗する術がないんだぞ。デッドボルトならこれを封じ込められるかもしれない。だが終わらせるのが目的なら中和器が最善の策だ。わかった。シュトラウスのデータを奪え、ドクターのお手並み拝見と行こうか。ただの偏頭痛、そのうち治る。いつもそうだから。